生コマキツノ、吉コマキツノ、イコマキツノ、協力元年、1528年、A69 年5月13日、1566年5月31日は、戦国時代の女性。織田信長の側室で、信忠、信尾、徳姫、保子院の母。法名は、旧より継承大前兆に。名は、前の家文書で、キツノ、吉野と創作されるが実名ではない。 彦こ谷やの長女。前の家文書は、はじめの夫を、土田弥平次とする。工事二年、1556年に、夫が戦死し、実家に戻っていたところを信長に見染められ、即室となった。信忠、信を、徳姫を産んだが、工術、産後の日立ちが悪く死亡、ダビに付された。信長から公下領として660国が送られる。その後、 国高は減る者の,の豊臣秀吉、徳川家康らも、追任、主院上、国院上されている。柏原小田家を招待し、二百回忌、三百回忌法要が、営まれる。信長正室の脳姫には、子がなく、養子となった、吉野の長男、信忠が着手であるとされ、結果、実質上の正室もしくは近い扱いを受けていた、信長最愛の女性という説がある。 公実。菩提寺とダビチに母碑が存在する。通常の資料では、イコマ家僧女と書かれている。後世の前の家文書中の軍記物、武甲屋和が用いる、キッツノ、吉野は、作者の造語で、イコマ家には伝わっておらず、当時そのように呼ばれていた事実はない。イコマ家には、類という名が伝承され、そちらが正式名と推察されているとも言われるが、イコマ家の子孫によれば、 きツの、類とも、小説上の造語で、同家の多くの古文書に、そのような記載はないという。開名の、旧より継承代禅上にから、江戸初期から末期までの伊駒家の文書では、継承にと記されており、大正時代戦前は、旧案と呼ばれていた。当時の伊駒屋敷は、戦地周辺で頻繁に屋敷の建設と解体が、繰り返され、加えて、 菩大寺の修士が絵も繰り返され、詳細な記録が乏しい。A69 年、1566年5月13日、死去。去年39とされるが、吉野は信長より4歳年下であり、29歳で死去したという説もある。実家の生駒家は馬借を家業としていたと言われるが、子孫によれば、生駒家は商売をしておらず、記録に残るものでは武家であり、 武家のやりとり、手紙であり、商売の記録は皆無である。仙台当主が、武功屋和の作者から、もし、生駒家が商売をしていたとしたら、何が考えられますかと質問され、馬尺の、護衛ならあり得るかもとフィクシンのアドバイスとして語った、ことが元になっているという。吉野の夫、土田弥平次は、工事2年、1556年9月に没したと、 前の家文書に記述があるものの、別の箇所には、天文20年、1551年の脳姫、腰入れよりも早い時期、武功やわや、工事2年、1556年の脳姫腰入れ前の、天文24年、1555年正月頃、武功や和衆域祭などに切つのは、男子、信忠を生んだと記述されており、信忠の誕生は、実際には、工事3年、 1557年、脳姫の腰入れよりも、信長のキッノへの長愛が早く、男子出産も早かったとしたかったものと思われる。キツノが、工事2年、1556年9月以降に、信長の即室になったとすると、信忠の誕生は考えうる限り最短で、工事3年、1557年8月頃となり、さらに、信を見ごもるのが、 信忠出産から最短であった年も、永六元年、1558年5月頃の誕生となる。これは、信ぶの誕生が、同年3月末と伝わっていることと矛盾が生じる。生駒家の家父は、旧より、吉野の子に、初何坊、野兵次に読めすと記し、土田という名字は登場しない。同家父は、旧安の妹らの夫の生命、小田六郎三郎。 森神の城や、娘、徳姫の夫の生命、岡崎三郎の部屋を記し、旧安の母や、兄伊駒課長の妻の実家の姓も記しており、何坊弥平次という記載は異例である。そこで、この人物は後に、明智光秀の娘婿となった、三宅弥平次、明智秀光で、同家父がはばかってその姓を伏せたのかもしれないという、推測を、伊駒家の子孫は述べている。 この説は、基本的に、前の家文章を土台とする。キツノが、徳姫出産後の三徳で重傷に陥っているのを、信長が知らず、完成していた、小牧山城の五代五天。主は、小牧伝と記載されている、性質、脳姫のことと推測されるに移るようにと、生駒家に、明治たとで、キツノの兄の八右衛門が信長にキツノの移動が、難しいと相談に行き、 初めて信長はその病を知った。そして信長自ら、生駒屋敷に赴き、通常、吉ツの身分では、乗ることはできないはずの腰を差し向き、着難、信忠の聖母として、家臣たちに披露され、配慮を受ける。そして、吉ツが小牧山城に移り住んだ後、信長は足しげく見舞うようになったなどと記述されている。前の気文書においては信長が病を知らなかった。 期間は厳明されていない。史実から計算するとこの期間は六年となる。六年もの間のブナガがキツノの病を知らないということから、その間は疎遠になっていたことが読み取れる。ただし、前の家文書では、キツノ死亡時の a 六九年、1566年に、徳姫が五歳であったとしている。キツノは小牧御殿に移った翌年に死亡とも記載されているので、 前の家文書において信長は、4年間、キツノの病を知らなかったこととなる。また、未大御殿に座敷を与えられた時、初めて着難、信忠の聖母として、即室の披露を受けたことも記述されている。それまでは、前の家文書においても、非公式の愛称という立場であったことわかる。同じく、前の家文書、武功屋周囲には、先に、清須に、お移りは、猿氏がつき。 小牧新五天小牧殿のことという記述があり、性質、能姫が、キ野のより先に信長と同居していたことが記されている。ただし、去る四月日をそのまま、永六三年、1560年四月と考えると、信長は、天文二十三年、1554年に、名古屋城から、清洲城に移っており、時期的に疑問が残る、あるいは単純に信長が清洲に移った。 ル・天二23年4月の古期化。武功や周囲においては、農姫は、工事2年、1556年3月に腰入れした、ことになっているが、実際は、天文18年、1549年2月腰入れ、当時名古屋城には、ルス教役の林修帝がおり、8月には、修帝が信長に敵対した稲尾の戦いが起きていることもあり、 名古屋城に嫁ぐということも考えにくい。工治三年、1557年に、信忠、永六元年、1558年に、信尾、永六二年、1559年に、徳姫を生んだと言われるが、後年尾だけの主流が信尾の家系になって、以降の資料には、信忠聖母が信尾と同じであるとの記述が参見されるようになる。加賀藩の本藩歴史では、 前田利長の性質、英姫の聖母を、生駒と仮をかしている。しかし、キ野ツノが、a 6九年、1566年の死去に対し、長姫は、天正二年、1574年の出生であり、別腹である。生駒氏側資料にも、キ野ツノの子は、信忠、信尾、徳姫三人のみと明記され、無関係だとわかる。他に、生駒マ支出もない。生駒氏家父、 また、信夫により、母方の姓、生駒を貸しされた家臣も存在する。吉野の娘として、名言誉れ伝王将に懇願し、夫人自ら資金を出して、金沢に旧商事を混流、追いたすることで、当時の選挙区を有利にするため、生駒氏との関係を主張したかったとものとされる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。